皆さんこんにちは、アトランタのタカです、アメリカ、生活情報、これ生活情報になるのかな、アメリカ人女性についてちょっと調べてみました。やはりですね、ブロンドって綺麗に見えるわけですよ。で、私なんかも本当に日本にいた時からやっぱりブロンド志向がありましてね、こっちに来てもブロンド志向ありましたけど、まあ結局それがフェイク、偽物であるということが分かって、あんまりもう最近、まあ確かに綺麗ですけどね、失せますよね、そういった興味が。はい。で、実際にですね、本物のブロンドって 何人いるの、何パーセントいるのっていうのをデータを調べました。そうしますとね、約 2%、 アメリカ人の 2% が本当のブロンドです。はい。で、これがですね、割合的に20人に1人だそうです。はい。で、ちなみに49.75% ですから、もう半分の女性が、2人に1人は髪の毛を染めてます。なんだかスーパーに行くとね、もういろんな色がありましてね、ブロンドでも多分5種類から10種類あるんじゃないですかね、いろんなあります。毛染めがね、だから全部で色が30色以上あるんじゃないですかね。はい。まあ私も一時染めたことがありましたけども、ロレアル安いの使ってやってました。で、黒髪ってね、2回染めないと色が入らないですね、はっきり言って。はい。で、ちなみにね、これ世界で統計がありますけども、75%から84%が黒髪か茶色です。そして 11% がブルネット、ちょっと茶褐色っていうんですか、こう薄めの茶色ですよね。で、 3% がブロンド。はい。そして 2% が赤毛です。アメリカ人でも結構赤毛いますよね。はい。で、じゃあ本物のブランドは、ブランドですみません、ブロンドはね、どこにいるのかというのを調べましたね。一番多いのはフィンランドです。フィンランド 80% がブロンドです。で、ちなみにフィンランドはね、89% がブルーアイズ、青目です。ですから、ブロンドで青い目っていうのが、まあ、なんとなし世界の一番綺麗なもののように見られてるわけですよ。で、大体北欧っていうのは多いんですよね。で、ノルウェー、スウェーデン、デンマーク、アイスランド、この辺大体もうほぼ8割ブロンドが多いんです。はい。で、今度また話戻しましてね、じゃあブロンド染めるのにね、どの程度やらないといけないか、これ4週間か6週間に1回髪の毛染めないといけないですね。そうしないとこの生え際がどんどん分かってきますから、ブロンド維持できないわけですよ。で、これをやるとね、どうなるかっていうと、まあこれ私の試験ですけども、おそらくキューティクルがどんどん剥がれてきますよね。で、基本的にこの私なんか結構まあ剛毛ではないですけども、毛が一本一本太いわけですよ。で、もともとが白人の毛ってね、毛の一本一本が細いんですよ。それを毎回毎回どん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 ね、染めていくわけですよ。まあ、で、単純な話、6週間に、まあ、6週間に1回というか、まあ、月1回ね、月1回で、まあ、12で、まあ、10回、年間10回やるとしましょう。そしたらそれをね、30年やると、30回これ染めるわけですよ。ということは、もうキューティクルが剥がれて、もう髪の毛がね、線がますます細くなるわけです。で、おばあちゃんになるとね、この辺がね、ちょっとこれ薄くなってくるんですよね。剥げ始めるんですよね。まあですから大変だと思います。はい。で、ちなみにもう一つ、アメリカ人女性が好きなもの、整形です。これがね、年間30万件あるそうです。はい。で、この中の1位は何かというと、ここです。ブレストアグメーション、アグメンテーションって言いましてね、包茎。包茎です。エンラージメントとも言いますけども、包茎手術です。はい。で、逆に今度このトリアスもあるんですね。入れたものを、シリコン入れたものを後で取る手術も結構多いんですよね。ですからやっぱり入れても後悔する。で、サイズをまあ変えたり、まあ、いろいろするわけですよ。たまにおばあちゃんでもね、胸がボーンと張った人がいますよね。はい。で、次に多いのが、顎、頬ですね。それからあと鼻の高い人がね、鼻を削る人もいますよね。で、低い人がも入れるパターンもありますけど、まあマイケル・ジャクソンなんかそれも失敗したわけですよね。はい。あとはですね、多いのはダーマ
ダーマブラブレイジョン、ダーマブレイジョンですかね、あの皮膚の剥離ですね。いわゆるよく最近日本人もたまにやりますけども、ケミカルピールっていうやつですね。これも結局ですから、シワが増えてくるとそれを剥がして、新しい皮膚にまあするっていうか、あとアメリカ人がよくやるのはこう顔を引っ張りますよね。でここを切るらしいですね、この辺を。で結局皮をちょっと取ってピッと引っ張るんですよ。ですからちょっとこうつったような感じになるんですよね。でまあおそらくですよ、それ失敗したのが森進一であり堀内孝雄だと思うんですよね。私は森内孝雄ですけどね、はい。だからまあその辺失敗すると怖いですよね。あとまあアメリカの女優さんでもメグライアなんかも消えてしまいましたね。多分プラスチックサージェリーのやりすぎ、で結局こっから上はできるんですけど、この首はできないんですよ。ですからいくら顔が張っててもここを見ればね、大体年齢がわかるんですよね、はい。でうちなんかのお客さんでもやっぱり結構白人の金持ちが多いんでね、高齢の方結構何回も何回もそのケミカルピールやってね、もうその後で店に来られるともう汚くて見れない人がいっぱいいますよね。まあでもそれでもまた1週間 2週間したらね、そのまた綺麗な肌が戻ってくると思うんでしょうね。まあそんな感じで、まあこれどうしてやるか、やっぱり若くいたい、それからモテたい、まあこれが大きな理由だと思うんですけども、それからまあ当然ね、胸大きい胸の方が小さい胸よりもモテる。でアメリカの場合本当にベチャパイはもう本当に洗濯板みたいにね、もうフラットな人がいっぱいいます。でもそれでいい人もいっぱいいるわけですよ。で早い人はね、例えば女性で高校卒業してお父さんがね、あまりに娘の胸見てね、お前いないからちょっと卒業祝いに入れてやるよぐらいでね、大体まあ5000ドルから6000ドルかかるらしいんですけども、それでちょこっと胸を入れてあげるらしいですね。まあそうすると娘はカレッジ行ってモテるわけですよ。でまあいい男が寄ってくる、まあそういうまあ単純な発想だと思うんですけども、あとボトックスありますよね。これもね、若い子はもう二十歳過ぎからやるアメリカ人いますよね。私の知り合いで前のベスっていたんですけどね、もう本当にテネシー出身の可愛い子なのにね、もうボトックス やりまくってて、多分最後惨めになるなとも思って、最近会ってないんですけどね、なるべく私はナチュラルフードを食べていい肌を、あなた美人なんだからね、ちゃんと維持できますよって言ったんだけど聞かないですよね。やっぱりモテたいんでしょうね。まあこれがアメリカの現実です、はい。もう本当にプラスチックサージェリー大好きアメリカ人間、はい、そう思います。はい、以上でした。